はい、皆さんこんにちは、西井です。今日はですね、電車で GO プラグ&プレイ2やっていきたいと思います。博多から小倉までだから7分だって。こんななんだ。あ、なんか前も言ったな、その信号30、たった7分です。11番乗り場小玉号小倉行きがで、運転台がこんな感じで、じゃあこの時点で100系は初めてですね。100系こだまです。駒田じゃないですね。駒田っていましたけどね、プロ野球選手で。ジャイアンツ行ってベイスターズ行ったんで、ジャイアンツから FA 宣言してベイスターズに行ったっていう。ジャイアンツから FA して出てった選手っていないんじゃないですかね。駒田さんしかいないんじゃないですかね、確か。博多小倉間徐行ノッチ制限11番乗り場ご注意ください。徐行こんだけね、プロ野球の歴史が長く続いてね、巨人から FA で出てった選手が駒田さん一人っていうのもすごいよ。ある意味で、ね、球史に名を残した感じです。意外といないんだよね。で、2000本安打、名球会達成者ですね。2000本安打打ちましたからね。守備もうまかったしね、ファーストの守備もすごいうまかったからね。ベスターズの応援歌覚えてんだけどね。白い流れ星大きく舞い上げろ、さえたホームラン見せてよ、コマダーだったかな。そんな応援歌だった気がする、ベスターズ。イントネーションの違いとかあるかもしれないけど。緑のラインが入ってるっていうのはね、いいですね。見たことないですけどね。お、なんか、あれは787系ですね。6両編成ある。 NGH でね、僕持ってたんだよな。いつ買ったっけな。今年買ったような気がするんだよね。なんかポチフェスで買ったような気がする。あ、秋葉原かな。9月、あれ9月だっけ。5月、あ、9月の秋葉原で買ったんだ、確か。最終日に行ったような気がするんで。信号220。九州の車両はね、初めてだね。787系二流ツバメだったかな、僕が買ったの。787系は787系なんだけど、買ったのは二流ツバメだった。あのトレインシミュレーターの九州新幹線編でもね、787系は運転できんだけど、ものすごい時間かかって難しかった覚えがある。新幹線は簡単なんだけどね、1時間以内で終わるし。787系は結構大変だったな。U 取るまでが大変だったもんね。トレインシミュレーターも全然やってないね、そういえば。まだね、やり残してんのがあるんで、京急。山手線もね、試験問題全部やってなかったし。ザ・京急みたいな、あの、京成線のやつもやってない。全然やってない。あれ一番やってないね。あ、やべ。222になったら大変だって。まあ失敗してもね、一区間だから別に何回でもやり直していいんだけど。まあこういうダイジェスト版で短い1区間だけっていう。なんかでもプレステもね、なんかあったんだよね。あれ、これ T2 無理だ。スピード出しすぎ？スピード出しすぎか。テレテンって言われちゃったんで。誤差が、まあ、そんなに
高差が合格範囲の時はもっといい音鳴る。そんなにも早く行ってたか。おいいですね、綺麗ですね。やっぱ風景が綺麗だからね、テンション上がっちゃうんじゃないですか。この形の新幹線、2階建て車両があるやつだよね、この車両ってね。食堂車とかね、ありましたけど、これは2階建てないね。そうだね、編成が少ないもん。あ、低速帯、220か。この辺で、どうだ。これで、あ、よかった。下り勾配だから怖い。あ、信号170。どうなんだろうね、このゲーム初心者、電車で GO 初めてやるっていう人はこのゲーム簡単に見えるのかどうかわかんないけど、どうなん、やりやすいのかな。っていうかね、 Wii 版のね、新幹線の攻略版がね、出回ってないっていうので、かえってどうなんだろうね、まあ、攻略本読まないでクリアを目指すっていうのも楽しい。それはそれで楽しいか。僕なんかね、もう普通の電車で動くからやってるからさ、いちいちなんかね、ここの制限速度は、ここの区間は制限70があるとかね、そういうの、そういう細かい電車で GO をやってきたからね、すごい簡単に思えちゃうんだけど。まあでも走る山手線もあるしね、あれもだいぶ遊びやすくなったけどね。信号30。あれ時間あと40秒あるのか、ちょっと怖いね。これ怖いっていうか怖くはないんだけど、困ったな。10キロで行くか。あ、9キロになっちゃった。信号30。ちょっと早いな。3キロでちょっと行って、多分大丈夫だと思うんだよね。もうこれ再加速しちゃうともう減点ですね。まあ大丈夫ですね、もう合格範囲にたどり着いたんで大丈夫。はい、これで OK。 お、30センチいかないか。ああダメだ、30センチ以内だとグッとくれたんだ。新区間走破です。たった一息です。楽だねこれね。確かね、プレステ版はね、こういうダイジェスト版がなかったんだよね。ああ、108点、いいですね。これで合格です。まあ、一応エンディングが流れる。短い区間だとね、なんか電車で GO、 どの電車で GO だったか分かんないけど、あ、ファイナルか、電車で GO ファイナル、なんか大崎品川間一区間だけっていうダイヤがあってですね、それはもうエンディングあったのかな。あ、エンディングあったのか、エンドロールあったわ、 PV が流れなかった。なぜか一区間だけっていうファイナルにあったの。まあこうやってね、遊べるっていう、まあ家族で楽しめるっていうのはいいですよね、やっぱり。ただね、ちょっとダイジェスト版まだ子供も遊べるけど、上り下りはね、
時間が長いからね、飽きちゃうと思うんでね。あれ、途中駅でセーブできたりすればよかったのにね。やっぱできないのかね。電車で GO プロフェッショナル2だっけな、プレステ2は途中駅でセーブできるとこがあるんだよね。あんまりにも長い路線はなんか途中中間地点でなんかセーブできるのがあった気がするんで、そういう風にしてくれたんで全然楽だったよ。はい、これこの100件の写真はね、初めて見ましたね。 JR 東海小人積みか、2階建て車両あんのかな、これあると思うんだけど、まだ16両でね、遊んでないからわかんないけど、2階建て新幹線もあったからな昔は。オール2階建て新幹線もね、マックスがありました。E1K マックスと。100貼ってんでしょ、これ。おお、100貼って合格。誰でもクリアできないです。ハイスコア更新おめでとうございます。これで これはまだいいけどね、こんな簡単なのがあってね、ちょっとそれは知らなかった。はい、お、鉄道模型か。あ、そっか、100系運転したから鉄道模型が追加されたんだ。はい、ということでね、金星はついてますね。はい、ついてます。で、岡山市、大阪、博多、岡山、端から端じゃないんだね。ちょうどいい中間地点で収録してる感じだね、このダイジェスト版っていうの。これだったらいくらでもできるけどね。300機光、あ、のぞみ、あ、まだのぞみは遊んでないね、これね。あ、はい、わかりました。ということでね、まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。以上、西でした。